ドワイト・ハーラン・パウェルは、カナダ・オンタリオ州トロント出身のバスケットボール選手。身長211センチメートル、体重109キログラム。NBA のダラス・マーベリックスに所属している。ポジションは、フォワード・センター。フロリダ州ブレーデントンのイング・アカデミーに入学し、シニア年次に、平均23.2得点、11.6リバウンド、4.4アシスト、 2.3ブロックの個人成績を残した2010年の大学リクルートサイトで全体25位、パワーフォワード8位、5つ星の評価を得た。2010年から2014年までスタンフォード大学で4シーズンプレーし、1年時には31試合に出場し、平均5.8得点、4.6リバウンドの記録を残し、2011年、 パシフィック10カンファレンスのオールルーキーチームに選出された。2年次には35試合に出場し、平均5.8得点、4.6リバウンドの記録を残し、ニットのチャンピオンとなり、パシフィック12カンファレンスの。3年次には34試合に出場し、平均14.9得点、8.4リバウンドの記録を残し、NBC 全地域セカンドチーム。 オールパシフィック十二ファーストチームとパシフィック十二オールアカデミックセカンドチームに選ばれた。4年時には36試合に出場し、平均14.0得点、6.9リバウンドの記録を残し、2度目のオールパシフィック十二ファーストチームに選ばれた。2014年の NBA ドラフトでは2巡目45位でシャーロット・ホーネッツに指名され、7月12日に交渉権が ブレンダン・ヘイウッドと共に、スコッティ・ホープソンと金銭交換で、クリーブランド・キャバリアーズにトレードされ、キャバリアーズからサマーリーグに参加し、8月23日にそのまま契約した。2014年9月25日、ジョン・ルーカス3世、エリック・マーフィー、マルコム・トーマスと2016年と2017年のドラフト二巡目指名権と共に、 キース・ボーガンスと将来のドラフト2巡目指名権と交換でボストンセルティックスにトレードされた。シーズンでは D リーグのメンレットクローズに数回アサインされた。2014年12月18日、J. クラウガー、ジャミーア、ネルソン、ブランガン・ライトと2015年ドラフト1巡目、2016年2巡目、指名権と交換でラジョン・ロンドとにダラス・マーベリックスに トレードされた。2015年1月14日、デンバーナゲッツ戦でシーズンハイの11得点を記録した。シーズン中、複数回 D リーグのテキサスレジェンズにアサインされた。2015から16シーズン開幕前のサマーリーグに参加し、開幕ロースターに残り、2015年11月3日、10得点、10リバウンドの自身初のダブルダブルを記録した。 4日後には自己最多となる15得点7リバウンドの成績を残した。このシーズンは69試合に平均14.4分の出場で5.8得点4.0リバウンド0.6アシスト0.5スティール0.3ブロックなどを記録した。2016から17シーズン開幕の7月に4年3700万ドルで契約を延長した。このシーズンは77試合に 平均17.3分の出場で、6.7得点4.0リバウンド0.6アシスト0.8スティール0.5ブロックなどを記録した。2017から18シーズンは79試合に、平均21.2分の出場で、8.5得点5.6リバウンド1.2アシスト0.8スティール0.4ブロックなどを記録した。2018から19シーズン、 2019年3月6日のワシントン・ウィザーズ戦で自己最多の26得点を記録した。このシーズンでアンドレ・ジョーダンの控えセンターとして定着し、ジョーダンがトレードで移籍してからは先発出場が増え、77試合に平均21.6分の出場で10.6得点5.3リバウンド1.5アシスト0.6スティール0.6ブロックなどを記録した。 2019から20シーズン開幕前の7月に2023年夏までの3年3300万ドルで契約を延長した。このシーズンはデアンドレ・ジョーダンとのトレードで獲得したクリスタプス、ポルジンギスが不動のセンターとして出場し、ダーク・のビーツキーが引退したことにより、パワーフォワードでの先発出場が増えた。2020年1月21日の ロサンゼルスクリッパーズ戦で、左手でドライブを始めたところで、右足アキレス腱断裂の重傷を負って、シーズン終了となった。このシーズンは40試合に、平均26.5分の出場で、9.4得点5.7リバウンド1.5アシスト0.9スティール0.6ブロックなどを記録した。2020から21シーズン、12月の開幕戦で、復帰した。 ありがとうございます。